レビアニメ恋愛暴君オーディオコメンタリー恋愛暴言、冒頭お試しはこちらから。皆さんこんにちは、テレビアニメ恋愛暴君グリ役の青山芳乃です。檜山茜役の沼倉真奈美です。白峰しきみ役の原由美です。はい、この番組はですね、現在毎週木曜深夜2時35分よりテレビ東京 BS ジャパン他にて好評放送中のテレビアニメ恋愛暴君の中でも私たちが選んだよりすぐりの話数をベストセレクション的に恋愛暴言のコーナーとしてオーディオコメンタリーを交えて配信もしていこうという番組企画です。はい、今回は第3回目になります。わーびっくり、3回目は私と沼倉さん、そして原さんでお送りしていきます。うるさくてごめんなさい。今回は2017年5月11日に放送されまして、各方面から大絶賛されたらしいです。第6話、一緒に海に行かないか、分かる分からないの問題じゃないでしょう、お送りいたします。そうです、こんな感じなんで、普通にアニメ見たい方は配信とか、ブルーレイでぜひチェックしてみてください。6月30日に出ます。はい、6話ですよ。海、海界ですよ。水着界ってやつですね。どうしよう、アクアちゃんの水着も見られるってことですもんね。ありがてえ。やっぱり恋愛暴君はなんかサービスは多いよね。すごいよね。あかねさんの水着姿とかもすごいもんね。いやでも1話でもうパッツ出しちゃったな。全然水着より結構かっこいいの。下着であかねさんは何とも思ってないよね。すごいよね。いやでもそれぞれがねすごい個性がある、この後出てきますけど水着でしたね。いやー楽しみだな。だったらなんか着る水着もいろいろ選べて楽しそうだよね。だってさ、よくさ三角ビキニとかあったりするじゃんか。三角ビキニってどういうこと？あれなんか三角になってるやつ。どこが？胸の部分が三角が2つってこと？そう。すごい、なんかマイクロって感じ。なんか最近流行ってるやつか。流行ってるの？なんか三角じゃない？最近なんかさ、そうなの？知らない。なんかボタニカルな感じのやつ。こういうやつですか？そう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 。なんか三角、三角ですみたいな。なんかこう、なんて言うんだろう、こう。なんて言うんだろう、こう、あ、支えてませんみたいな。割と結構張り付いてますみたいな。肌色の石があるんだ。そうそうそう、あるやつ。なんか最近はさ、水着も進化したからさ、あ、やっぱ茜さんすごいね。そうなんですよね。白だしね。すごい、だってもう無重力で揺れてる。宇宙空間すごいな。